連合軍の精鋭は見事龍禅を救い出した。同じ頃、連合軍本体は派手な動きで異界を攻撃、アレスら神の目を引きつけていた。連合軍は仕上げに腕輪を見つけたとの偽情報を流す。アレス、アテナは目論み通り出陣し、連合軍を取り囲んだ。神の軍勢には趙雲ら蜀の将もいた。関羽、関銀平、真田幸村たちは意を決して退治する。連合軍の描いた策が今実を結ぼうとしていた。私たちの役目は時間を稼ぐこと。別動隊が腕輪を確保し、龍禅殿を救い出すまで耐えしのがねば。とはいえ敵の猛攻は凄まじい。すでに周りを囲まれたこの状況でどれだけ持つか。神や腕輪の力、そして趙雲らの武は確かに侮れぬ。だが必ずや持ちこたえてみせよう。そうでなければ役目を果たしている仲間たちに申し訳が立たない。それに兄上たちのことも絶対に助けなきゃ。何があってもこの作戦成功させないと。どんな状況でも希望を捨てず凛と前を見て戦うか。その強さ本当に眩しいな。私も君たちに習って希望を信じ戦おう。皆の大事な人を取り戻すために。我らの本陣には腕輪があることになっている。それが偽の情報だとバレたら策は失敗だ。本陣に敵を近づけるわけにはいきませんね。何としても押しとどめねば。行け。そして腕輪を奪い返す。あいつらの手には余るな。兄上たちと戦うなんて、もう迷っていてはいけないんだ。攻め寄せるは我が子らか。ならば拙者が出迎えん。龍禅様を守ろうとする弟たちの覚悟、兄として堂々と受け止めてみせる。観光、お前の力を見せてみろ。拙者も兄として全力で受け止める。わかりました。軍神の孤島氏、恥ずかしくない勝負をしましょう。押して参る。お前がいてから俺も運が悪いね。ごめんなさい。もっと力強い相手じゃないとやる気が出ませんよね。いや、むしろ逆だ。正直その怪力に勝てる自信がない。私は父上たちと戦いたいわけでは。万策、ここは戦場。敵としては今見えれば刃を交えるのみ。関羽、敵者決めるべきか。お主の忠義しかと見届けた。兄座のお子のことは父に任せよ。父上、どうかお願いします。あの龍禅様は私たちが助けます。だから信じて待っていてくれませんか。銀兵、分かった。お前を信じる。だからちょっと手を止めて一旦引かせてくれ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ちらつかせ我らと戦う。
ペルセウス、愚かしいにも程がある。まあまあ、あいつらをとっちめて返してもらえば済む話だ。今こそ解放せん。そうなればいいが。強者とマミエルは誉れ。来い。インペイ殿、家族と戦うのが嫌なら下がってくれ。私や皆で何とかしよう。いえ、みんな一生懸命戦ってるんです。相手が誰だって私も頑張らないと。さっさと片付けちまおうか。はい。私、みんなを信じてますから。大丈夫だ、タンコ。竜禅様は必ず拙者たちがお助けする。知っていたのですか。押してまいる。もう案ずることはありません。セセロ、戦場にいないようだ。今頃どうしているのだろう。伝令、直江兼次様たちが腕輪の確保に成功したとのことです。よし、腕輪を確保できたか。これで偽情報は偽でなくなった。腕輪が手に入った今、本陣を閉ざす必要もない。今こそ打って出る。はい。竜禅殿の無事を信じ突き進みましょう。攻めに転じたか。敵は攻めに出たか。私が迎え撃たねば。ウルカ・チョウン、ならばこの関雲長が相手になろう。チョウン殿と戦うのは辛い。でも立ち向かわなきゃ。カウ殿、テンペ、いざ勝負。超運、それでよい。拙者も全力で相手を務めよう。頑張ります。私も軍神の子として力いっぱい頑張ります。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。諸君、さぞや待ちくたびれたであろう。お待ちかねの腕輪はここにあるぞ。超運殿は強い。私このまま負けちゃうのかな。カウ殿、銀兵殿。でも諦めたくない。超運殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないと。殿、もう一回お願いします。あれすごい、どんどん力がみなぎってくる。銀兵、我が娘よ、そなたの覚悟で活路を切り開くのだ。銀兵、お前まで出番を打ち取った。だが遅れを取るわけにはいかない。私が敗れては竜禅様が。皆心配をかけたようだな。私はこの通り自由だ。もう争うのはやめてほしい。一緒にやれたら嬉しいな。はい、よし。竜禅様、よくぞこの地で。始終の感動の再会、泣けるっす。ってことで、確かに送り届けたんで、ドローン。竜禅様さえご無事なら、もう神に従う理由はない。どうか、これよりは皆と共に。はい、もちろんです。よかった、これでもう超運殿と戦わなくていいんだ。
腕輪は必ず取り返す。だがペルセウス、まずお前を倒さねば。アテナの責任か。大したもの。私を撃たねば気が済まぬか。アテナの奇襲に敵は動揺している。さらに畳みかけよ。ほう、この状況でさらに兵を出すか。隙のない采配だな。モノノフの意地、今こそ戦場に示さん。皆には迷惑をかけてしまった。私のできる限りのことはしよう。リュウゼン様、どうかご無理はなさらぬよう。我が投降を受け、こういう無比の部感服いたしました。拙者もそのようになりたいものです。討ち取ったり。どういうことだ。腕輪は本陣にあるのではなかったのか。我らの目を引きつけ、龍禅を救出するための技法というところだ。また踊らされたということか。ふざけおって。裏切り者を目の前にして責任を果たせぬとは。帰ってくれてよかった。目の前で家族の争いを見るのはとてもつらい。さあ先に出してやろう。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。押して参る。よもやと思い救援に来たが、これほど大掛かりな戦になっていたか。確か腕輪の力をすべて引き出しているとは。こういう無比の部感服いたしました。拙者もそのようになりたいものです。槍の股だ、まかり通るぜ。リン・マンセイ、またの名を勘が冴える男ってか。敵も疲弊しているようだ。そろそろとどめを刺してやるか。アレスが動いた今こそ好機。我が槍で貫かん。私にはそなたの姿が眩しい。なぜそんなに輝いているのだ。これで不本意な戦を強いられることもない。よかったではないか。三成殿、目指すもんなるまでわしは止まるね。逃げろが勝ちや。また会おうな。銀兵、よく頑張ったな。妹の活躍、兄として誇らしく思う。大兄上、ありがとうございます。でも、もっともっと頑張らないと。そうだな、我らの絆、見せつけてやろう。私に挑むか。よかろう、かかってくるがいい。さすがです、あなたならばと思っておりました。逆らう相手を間違えたな。その浅博士、後悔させてやろう。金継殿、腕輪を手に入れてくださり感謝します。おかげで趙雲殿の攻撃をしのぐことができました。彼女の戦ぶりは豪快そのもの。腕はなくとも趙雲殿を吹っ飛ばしたに違いない。確かに熱き闘志を感じました。私たちも負けてはいられません。参りましょう。腕輪は取り返せなかったか。まあいい、駒はまだ残っている。腕輪を確保し、仲間も増えた。上々の戦果だな。これまですまなかった。龍禅様を救ってくれた恩、この武器にて返そう。趙雲、趙宝、韓光、韓作、これからは共に戦うことができるのだな。こんなに喜ばしいことはない。劉備殿、今まで本当にすみませんでした。いくら事情があっても仲間を傷つけるなんて。それに龍禅様を危険にさらしてしまいました。
私の力が足りなかったばかりに。ですが龍禅様を救っていただけて安心しました。これからは皆と一緒にいられるのですね。ああ、もちろんだとも。我が子を守るために尽くしてくれたことを心から感謝する。劉備殿、もったいないお言葉です。仲間たちがまた一つになれたのだな。銀平殿もほっとしただろう。はい、もう兄上たちと戦わなくて済みますから。君は心から家族を思っているんだな。だからあの腕は愛の女神フレイヤに選ばれたんだ。家族愛、なるほど、銀平殿にふさわしい。これで腕輪は5つ、ゼウスの降臨までさらに力を尽くしましょう。よし、うまくいったな。みんなでいろいろ。俺様ってばほんと天下の大泥棒。一緒に鍛錬した奴らのいい技盗ん